皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。先日、まさかの初回大炎上となってしまい、チームも敗戦してしまった中日ドラゴンズの涌井秀章投手、自己最短 KO となり、ファンも騒然、立浪監督も驚きを隠せませんでした。そんな涌井投手の乱調に、元中日監督であり OB の谷繁元信さんが、この結果について捕手木下選手の配球について言及。それが話題となっています。果たして谷繁さんは木下選手をどう評したのでしょうか。今回は谷繁さんが語った木下選手の配球、涌井投手乱調の原因は木下選手の責任なのか、ご紹介していきます。中日の涌井秀章投手が、先日1日のバンテリンドームでの DeNA 戦でプロ初の屈辱的な KO を食らいました。立ち上がりに先頭から6連打を浴びるなど、打者一巡で9失点、自己ワーストの1回2アウトで降板し、球場もファンも首脳陣も唖然とする事態に。開幕から安定した投球を続けていた大ベテランのまさかの大乱調。反撃も細川誠也選手の7号ソロ本塁打による1点のみにとどまり、チームは1-12の大敗。4月4日以来となる借金生活に突入してしまいます。内容を見ると、プレーボールから30分で試合は壊れたと言えるでしょう。涌井投手が先発としては自己最短となる1回2アウトで降板、8安打を浴び9失点 KO。 先発で1イニングを投げきれなかったのはプロ20年のキャリアで初めてのことでした。チーム全体に迷惑をかけ、盛り上がってくれていたファンの皆さんにも大変申し訳ないことをした。初めて味わう KO 劇の試合後、涌井投手は真摯に反省の言葉を口にしました。いきなり DeNA 打線に飲み込まれ、先頭から桑原選手、海老名選手に連打を許して無視1・2塁。3番佐野選手にはシンカーを打たせたのですが、力のない飛球がセンター前に落ちて先制点を献上、不運な形となってしまいます。そして続く4番牧選手には、初球を左翼ポール際に運ばれたることに、なんとたった8球で4失点するという状態となり、そのまま制御不能に。なお西満塁で2打席目が回ってきた桑原選手、海老名選手に連続的自打を浴び7失点。たまらず立浪監督が交代を告げました。2番手には今季現役ドラフトでヤクルトから中日に来た梅野投手が上がりましたが、佐野選手にも2点的自打を浴びたため、涌井投手には重い9失点が刻まれることに。涌井投手の初回に3イニングでの降板は、昨年の7月28日の巨人戦、西武時代の2005年6月12日の巨人戦で、今回は自己最短を更新、1イニング9失点も自己ワーストを更新しました。チームとしても初回9失点以上は1998年4月22日のヤクルト戦、神宮で13失点して以来26年ぶりでした。大敗しただけでなく、早い段階から6人の救援陣の投入を強いられたこともチームとしてはかなり痛い部分でした。涌井投手はご存知の通り、開幕から好投を続けていました。試合前まで 0.77 だったのですが、この試合後には防御率は4.13まで一気に跳ね上がることに。大塚投手コーチは、やられただけですね、涌井は次の登板もあるし引きずらない良い性格、次回に期待していますと一言。涌井投手自身も次回しっかり調整しますと話しました。このように大敗を喫し、さらには借金生活にまで突入してしまった中日ドラゴンズ。ただこの涌井投手炎上には、木下選手の配球面についても議論されることとなっています。実際涌井投手降板後、次のイニングから木下選手も交代させられており、首脳陣からも良くなかったという感じが伝わってきます。ただ特に話題になっていたのが、この日解説を務めていた谷繁元信さんの発言でした。谷繁さんは木下選手のリードについて、なんかね、もう読まれちゃっていますよね、相当研究されていると思います、これだともう普段通りのリードじゃダメですよね、何か道を外れるような、そんなリードが欲しかったですね。牧にホームラン打たれた場面もインコースにストレートかシュートだと思ったんですけどね、緩いツーシームでしたねとコメント。確かに牧選手のホームランは狙いすまされたかのように
低めのボールを叩かれていました。涌井投手にとって低めは生命線、そこを狙い撃ちされたかのような打席だったと思います。またセデタイトル獲得経験のある某評論家はこう分析しています。桑原と海老名はファーストストライクをストレートでも変化球でも外角低めに集めてくることを読み、センターから逆方向に逆らわず打つことを意識していた。牧は完全に外のシンカーを読んで打ちに行った。涌井の調子もあるだろうが、問題は桑原、海老名の打撃内容を見て狙いを察知できなかったバッテリーの適応能力のなさだろう。横浜 DeNA は涌井がピンチでは外角中心に変化球でカウントを整えるというバッテリーの傾向を研究して狙ってきた。しかも早打ち、ストライクはいらないし、思い切って内角に見せ球を使うとか、あえて狙い球近くのボールゾーンで誘うとか、駆け引きが必要だった。涌井のコントロールがあればそれができたはずだが、全く工夫が見られなかった。このように読まれていたことは明らかと言えそうです。ただ評論家は牧選手の本塁打の後にも涌井、木下のバッテリーの配球に工夫が見られなかったことも問題視、宮崎にも初球のスライダーをフルスイングされてレフトフェンス直撃の二塁打、元中日の京田にも初球の外角に甘く来たシンカーを狙われそれはファウルになったが、2球目の浮いたストレートをミートされた。打球は涌井を強襲してセカンド前まで転がる内野安打となった。関根への四球などで西満塁とされて打者一巡、もう涌井は制球力を失っていた。時間をかけていい場面にもかかわらず、積極打法の桑原にまた初球の甘く浮いた初球のスライダーをセンターへ返された。ボール球から入ってよかった場面、続く海老名にもど真ん中のストレートを逆方向へ弾き返された。0対7となった時点で渋い顔をした立浪監督がベンチを出て交代を告げた。横浜 DeNA 打線はもともと早打ち傾向にありますが、今季からはオフェンスチーフコーチにアナリストだった鶴岡氏を就任させ、さらに思い切ったデータ野球へ舵を切っています。全員が団結して狙い球を絞って攻略してくる。データを使った攻防には表の配球、裏の配球のいたちごっこの側面もあるのですが、涌井、木下のバッテリーはそのいたちごっこさえできずに大炎上してしまったといいます。ベテランの涌井投手が木下のサインに首を振って修正すればどこかで防ぐことができたかもしれませんが、それもできずに終わってしまいましたね。戦術の通り立浪監督は2回に木下選手を交代させています。指揮官がその交代で伝えたかったのは頭を使え、察知せよとのメッセージでしょう。中日はリーグでトップクラスの投手陣を揃えながら、捕手のリードは中日の課題とも言われています。4月25日の巨人戦では2対0で迎えた6回2試1、2塁で開幕投手の柳投手が坂本選手に逆転スリーランを浴びて1球で勝利を逃しました。初球のカーブに全く反応しなかった坂本選手の狙いを察知できず、2球目の内角ストレートを狙い打ちされた。この時の捕手は加藤選手でしたが、察知力さえあれば防げた一発だったと言われています。またこの横浜3連戦では初戦は松葉選手が見事な完投勝利、しかし2戦目は小笠原投手が初回いきなり失点、ただの1失点でしたが、この時点である程度読まれていた可能性は高く、そこにキレとコントロールで勝負する涌井投手が登板し不調も重なって大炎上、もう少し工夫が必要なのは間違いないでしょう。前出の評論家はここ5試合は木下にマスクをかぶらせていた、点が取れないので打力との兼ね合いもあるのだろうが、宇佐美、加藤と3人の捕手を使い分けることも重要かもと提言。本拠地バンテリンの5試合で1勝3敗1分は誤算と言えます。投手力を軸に守り固ねばならない中日にとって頼りの先発陣が崩れ始めるのは危険信号、ここが正念場とも言えますね。3日からのヤクルト、神宮、巨人、バンテリンの6連戦でどう立て直すことができるのか、立浪監督は球場も変わるので切り替えてやっていきたいとしっかりと前を見据えているだけに、選手も切り替えて突き進んでほしいですね。最後まで動画をご視聴いただき
ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。